で、その蓄電池の用途拡大について、簡単に例を用いて説明をしておきます。蓄電セル、例えば、一番分かりやすいのが、現在身近になったリチウムイオンバッテリーですけれども、一昔前では、リチウムイオンバッテリーの代表的な用途というのは、携帯電話とか、ノートパソコンといったものが主流でした。で、このようなモバイル機器というのは非常にスケールの小さい、いわゆる規模の小さい用途なので、こういったバッテリーセルですね、セルの直列数というのはせいぜい1ないし4セル程度でした。そして容量は数アンペアワー、電力量も数十ワットアワーと非常に規模の小さいものでした。ですが、現在とか今後というのは、用途が電動車両とか、定置用とか非常に規模の大きなものに用途が拡大してきています。そのような大規模システムでは、バッテリーを構成する、こういうセルですね、直列数は数十ないし、100セル程度まで非常に大きなシステムになる。そして容量も数十アンペアワーで、電力量は数十キロワットアワーと、従来とは比べ物にならないほどの、大きなエネルギー、そして大きな容量を扱うということになります。このように規模のシステムが大きくなると、従来よりも、当然ながら高効率かつ高い信頼性のシステムというものが求められます。ここには、バッテリーに関する用語も非常にたくさんあるんですけれども、ここでは代表的な用語だけを取り上げています。一つ目が容量です。これは単位はアンペアアワーで表されるものです。で、容量、これ定義としては放電電流かける放電可能時間というふうに定義されます。例えば5アンペアアワーという容量を持っているセルに対しては、例えば2アンペアで放電した場合、これは 2.5 時間放電できるということになります。これ別の例では、例えば5アンペアで放電する場合は、1時間だけ放電できるといったような具合です。これは電流と時間の積なので、このアンペアワーという単位というのは、クーロンに置き換えることができます。続く電力量、これ単位ワットアワーですけれども、これはエネルギーです。ジュールに換算することができる単位です。定義としては放電電流×放電電圧×時間です。容量というのは放電電流と時間の積でしたけれども、この電力量に関しては電圧も含まれます。電流と電圧の積、すなわち電力です。で、電力に時間をかけたものなので、これはエネルギーということになります。これ充電状態、これが一番バッテリーにとっては特に頻繁に使われる用語です。これ英語で言うと SOC、State of Charge の略です。これ定義としては容量分の残存容量です。イメージとしては、バッテリー全体の容量のうち、残っている電気量のことを言います。これ一番簡単な例で言うと、スマートフォンとかノートパソコンのバッテリー残量計です。あれが SOC に相当します。そして4つ目の定義ですけれども、これ放電深度、Depth of Discharge、略して DOD と呼ばれます。これあまり一般的に身近な用語ではないですけれども、バッテリーの寿命評価を行う際に非常に重要な用語となります。これは定義としては容量分の放電容量ということで、このイメージでいうところのこの SOC の逆です。全体の容量のうちいくら放電するかというものがこれは DOD になります。で、続いて時間率、これ C レートと呼ばれる用語ですけれども、定義としては放電電流割る容量です。で、この C レートというものをですね、この数字が高ければ高いほどハイレートで放電することができるバッテリーになります。例えば 2C で放電できるバッテリーがある、その場 2C ですね、でそのバッテリーの容量が2アンペアアワーの場合は4アンペアで放電できるという換算になります。で、これが 4C であれば2アンペアアワーのセルに対しては8アンペアで放電できるといった具合です。とにかくこの C レートですね、ここの C の値が大きければ大きいほどハイレート、すなわち短時間で放電しきることができるというわけです。この C レートの値が大きければ大きいほどハイレートで放電できるので、短時間でバッテリーを使うようなことですね。例えばドローンであったり、ドローンなんかだと10分とか、15分とか、それぐらいでバッテリーを完全に使い切るほど、短時間で放電し尽くすので、そういったハイレートの用途に使うことができるということになります。そして続いて今度は充電手法に関する用語ですけれども、低電流、低電圧充電、これ略して CCCV と呼びます。コンスタントカレント、コンスタントボルテージの略です。
まあ、これリチウムイオンバッテリーを充電するときに、まあ、用いられる充電プロトコルの名称ですね。そして一番最後が開放電圧です。これあのオープンサーキットボルテージの略で OCV です。これ端子開放時の電圧になります。この OCV というのはこのバッテリーの SOC、まあ、この SOC を推定する上で非常にあの都合のいいパラメータなので、この OCV というものがあの非常によく使われるということになります。はい、まあ、バッテリーですけれども、まあ、用途、まあ、様々な用途であの活用されています。まあ、ここではまあ代表的なあの、まあ、3つの用途についてちょっと紹介をしておきたいと思います。1つ目が携帯機器、まあ、例えばその代表格がスマートフォンなんかになります。こういった携帯機器では、まあ、とにもかくにも、まあ、小型軽量化への要求が高いわけです。これは人間が持ち運びをするものデバイスなので、まあ、とにかく、まあ、あの軽い方がいいということで、軽量化への要求が高いということです。でこの小型軽量への要求を満たすために、バッテリーに対しては、まあ、少々あのストレスがかかるようなあの使い方をしています。これはあの言い換えると高い充電電圧ですね。高い充電電圧で充電することによって、まあ、かなり強引にエネルギーを詰め込むことによってエネルギー密度を向上させて使っています。強引にエネルギーを詰め込むことで、まあ、あの賞味の小型化を達成しているということになります。そして一般的にこういったあの携帯機器の使われ方ですけれども、まあ、皆さんのスマートフォンとかノートパソコンと同様、まあ、100% の SOC、100% の充電状態まで充電して使うというのが一般的です。で電動車両も、まあ、基本的には移動体ですので、まあ、小型軽量への要求は高いわけですけれども、まあ、先ほどの携帯機器なんかとは違って人間が直接持ち運ぶモードではないので、まあ、携帯機器ほど小型軽量への要求は高くはありません。その反面、電動車両というのは非常に大きなエネルギーを扱うので、大きなエネルギーを、まあ、安全に使う必要があるということで安全性への要求が非常に高くなってきます。まあ、これハイブリッド自動車の場合の話ですけれども、ハイレートの自由放電特性というものが要求されます。これは立行と回線に相当します。まあ、立行すなわちあのアクセルを踏んで加速するときなんかというのは非常に大きな電力を要するので、ハイレートでバッテリーを放電させる必要があるわけです。その反面、回線すなわち、まあ、ブレーキを踏んで運動エネルギーを電気エネルギーに変換してバッテリーに充電する際、この際も非常に大きなエネルギーがバッテリーに戻ってきて、まあ、充電電力としてまあバッテリーに送られるので、まあ、この時も非常に高い電流、大きな電流でバッテリーが充電されるということで、ハイレートの特性が要求されます。そしてこの電動車両におけるバッテリーの構成ですけれども、まあ、多数個のセルを直列に接続して使用することになります。まあ、電気自動車、まあ、ピュア EV なんかですと、まあ、96セルとか非常にたくさんのセルを直列に接続して使用することになるので、まあ、セルバランスという技術が必要になってきます。そしてこの運用形態もですね、あの携帯機器なんかとは大きく異なります。まあ、例えばヘブ、まあ、これハイブリッドエレクトリックビークルの略ですけれども、ハイブリッド自動車なんかでは立行と回線の両方に対応できるように充電状態 SOC というのは 50% 前後で、維持するというのが一般的になります。それに対してエンジンを持たない EV ですね、もうバッテリーだけで動くような電気自動車なんかではなるべく航続距離を稼ぐために充電状態は 100%、まあ、100% の充電状態まで充電されるという使い方がされます。はい、そして最後、低地用途ですけれども、まあ、低地用途といってもこれこそあの非常にあの幅が広い用途なので一概には言えませんけれども、まあ、代表的なものとしては、まあ、無停電電源装置とか、あと再生エネルギーシステムなんかが該当します。まあ、この無停電電源装置、そして再生エネルギーシステム、まあ、全く使われ方があの違うので、あの運用形態、まあ、一括りに言うことはできないんですけれども、まあ、いずれも規模が大きなシステムになります。このように規模が大きくなるとですね、まあ、当然ながら寿命とコストに対して非常に高い要求があります。ここのスライドでは、まず蓄電池の種類についてちょっと簡単に、説明をしておきたいと思います。一般的に市場に出回っている電池としては大きく、まあ、あの3つあります。1つ目が鉛蓄電池です。まあ、これ鉛蓄電池の特徴としては非常に安価であって、まあ、技術的にも非常に成熟しています。まあ、これ100年ぐらいの歴史のあるような非常にあの歴史の長いバッテリーです。で主な用途としては、まあ、自動車のスターターとか、あとは
UPS ですね。これは無停電源装置です。で、続くニッケル水素電池。これは一般的にはニッケル MH 電池と呼ばれます。MH というのはこれメタルハイドライドで水素吸増合金の略です。で、特徴としては非常に安全です。そしてエネルギー密度が比較的高い。これ比較的というのは、これ鉛蓄電池と比べた場合、エネルギー密度が高いということになります。エネルギー密度というのはこれ単位重量あたりとか単位体積あたりに詰め込むことができるエネルギーの量ですね。で、このエネルギー密度が高ければ高いほど、まあ、小型軽量化できるということを意味しています。で、このニッケル水素電池の主な用途としては、まあ、身近な用途でいうと、まあ、エネループですね、まあ、日用品なんかで使う充電池エネループです。それとか一昔前のハイブリッド自動車なんかにもこのニッケル水素電池というのが用いられていました。で、3つ目がリチウムイオン電池です。リチウムイオンバッテリー、これ略してリブと呼ばれます。で、特徴が、現在市販されているこれら二次電池の中で最もエネルギー密度が高いバッテリーになります。で、その最も高いエネルギー密度を利用して用途としてはモバイル機器です。まあ、スマートフォンとかノートパソコンとか。あとはこういった電気自動車などの移動体といった、まあ、いわゆる持ち運んだり動いたりするような用途に、特に積極的に用いられているバッテリーです。で、このスライドはリチウムイオンバッテリーの、充放電特性を表したものです。左側に充電特性、そして右側に放電特性を示しています。で、左側の充電特性ですが、これは横軸が時間で、縦軸、左側の縦の軸が電池の電圧で、右側の軸が充電電流になります。で、冒頭でも説明しましたように、リチウムイオン電池の充電には一般的には低電流低電圧充電 CCCV 充電が用いられます。で、この CV 充電、低電圧充電の充電レベルというのは一般的には 4.1 ないし 4.2V と、まあ、大体この範囲で決まっています。特性を見ますと、まず充電の初期ですね、まあ、これ 0% から 100% まで充電する場合の電気特性ですけれども、まあ、充電の初期は電池の電圧が低いので、充電器側で、制御が行われて充電電流が一定に制御されます。その反面、電圧に関しては無制御であり、まあ、このように、どんどんと上昇していきます。電流は一定に制御されている。その一方で電圧は無制御であり、充電が進行するにつれて電池の電圧はこのように上昇していくと。で、充電が進行して電圧が上昇していき、その電池の電圧がこの CV 充電電圧のレベルである、まあ、この場合 4.1V ですけれども、 4.1V に到達すると充電器が今度電池の電圧を一定に制御し始めます。その代わりに充電電流が無制御になります。電池の電圧が一定に維持される一方、充電電流はこのように徐々に絞られていきます。充電電流が絞られて、その絞られた電流がある規定値に到達した時に、ここで初めて充電完了というふうに判定します。まあ、この CC 充電、低電流充電の期間に充電される容量というのは 100% のうちの60ないし 70% 程度です。で、残りの40ないし 30% というのは CV 充電の期間に充電されますということで、まあ、これはすなわち 100% の状態まで充電を完了するためには CC 充電だけでは不可能であって、必ず CV 充電を行わないと 100% の充電状態まで持っていくことができないということです。リチウムイオンバッテリーですけれども、一般的にはクーロン効率、すなわちこれはですね、充電に費やした電気量と、あと実際に充電された電気量の比率ですね、これはおおよそ 100% ですね。ほとんど空論量を失うことなく充電することができるわけです。ですが、エネルギー効率に関しては 100% になることはなく、これはおおよそ 80% です。この 20% 分の損失はどこから来るかというと、電池の内部抵抗から来ます。電池には必ず内部抵抗および内部インピーダンスというものが存在するので、充電して電流を流すと、その抵抗成分のところで必ず損失が発生するので、エネルギー効率は 80% ぐらいにとどまってしまうということです。リチウムイオンバッテリーを使用する際の注意点ですけれども、絶対に過充電を行ってはいけません。過充電というのはこの充電電圧ですね、これ 4.1 とか 4.2V、こういった数字で規定された範囲を上回った電圧範囲で充電すること、これを過充電と言いますけれども、
まあ、ここで過充電をしてしまうと、まあ、電池の内部でですね、よからぬ反応が起こるわけです。まあ、例えば正極材料の結晶構造が崩れたり、電池の電解液が分解反応を起こしたりといったような、よからぬことが起こります。それによって電池から煙が吹いたり、あとは火を吹いたり、最悪の場合爆発なんかを起こしたりします。まあ、このように、過充電を行うと非常に安全性の点で問題があるので、一般的には保護回路とか、あとセルバランス回路といったものを併用することによって、保護してやる必要があります。そしてですね、右側がこれ放電特性になります。これは一定電流で放電した時ですけれども、このように放電の初期に電圧がストンと下がって、その以降はほぼ、線形で低下していくと。そして、放電末期に到達する、すなわち充電量が 0% に近くに到達すると、その電圧というのは 一気にこのように低下するといったような特性を示します。はい、このように充電と放電で非常に大きく異なるような特性を示すわけですけれども、はい。いずれの特性、そしていずれのこういった空論効率、あとエネルギー効率とか、こういった特徴を理解するためには、インピーダンスの振る舞いを理解することが非常に重要になってきます。このインピーダンスの振る舞いについては、別の回で詳しく説明を行います。はい。このスライドでは、リチウムイオン電池の温度特性について、説明を していきます。左側がこれは充電時の温度特性です。横軸が時間で、縦軸が先ほどと同様で、左の縦軸が電圧で、右側が電流です。そして上側のグラフが、これは縦軸を SOC、すなわち充電状態、充電量ですね、にとっています。でいずれのグラフも、3色、赤と緑と青、3色の特性が示されていますけれども、赤が高温の40度、そして緑がおよそ室温の20度です。で青が低温の0度の特性を示しています。でこの3色ですね、すなわち温度が異なる条件における充電特性を比較すると、温度の高い条件の方がこのように CC 充電です。CC 充電の期間が長くなっているのがわかると思います。で温度が低いほど CC 充電の期間が短く、CV 充電の期間が長くなっているというのがわかると思います。これはどうしてこういうことが起こるかというと、低温ではですね、電池のインピーダンスが増加するので、充電時において電池の端子電圧が増加します。それによって早く早期に電池の電圧が CV 充電の電圧レベルである 4.1V に達するので、CV 充電の期間が長くなるということになります。そして今度ですね、この充電時における SOC のプロファイルを見ると、まずこの CC 充電の期間、この期間に関しては SOC というのはこのように直線上で増加していきます。これは一定電流で充電をしているので、当然ながら充電状態、SOC も直線で増加をしていくということになります。そして CV 充電の期間になると、このように充電電流は徐々に絞られていくので、当然ながら SOC、充電状態の増加もこのように緩やかになってきます。低温状態ですね、低温条件、すなわち0度のこの青いカーブは、当然ながら CC 充電の期間が短いので、早くこの SOC のカーブが緩やかになる屈折点が早く訪れます。高温の40度の条件では CC 充電の期間が長いので、このように直線で SOC が増加している期間が長くなります。でこの3色の温度特性を比較すると、ある時間において比較すると、これ見てわかるように、低温の条件の方が SOC が低くなっている。一方で、高温の条件の方が SOC が高くなっています。これの理由としては、高温の方が CC 充電の期間が長く、例えば40度の条件で CC の条件で、CC の期間に 66% の SOC まで充電されます。その一方で、0度の場合は CC の期間では 33% しか充電されません。これが大きく響くわけです。40度でも、これ全体 100% のうち 66% としか、66% 分しか CC ではの期間に充電されません。で残りの 34% 分は CV 期間に充電されます。でこれが低温になると、その差がもっと開いてですね、CC で充電できるのはせいぜい 33%。で残りの分はすべて CV 充電で
充電をしないといけないということになります。 CV 充電の期間はこのように充電電力を絞られるので充電が緩やかになります。急速に充電をするためにはいかにこの CC の充電期間を長く取る必要があるわけなんですけれども、これが低温になればなるほどこの CC の期間が短くなるのでより長い時間を充電に要するということになります。そして放電の特性を見ます。これ横軸が時間、そして縦軸が電圧です。この茶色が40度です。で、緑が20度。で、青い破線が0度です。放電特性を比べると、低温条件の方が電圧が明らかに低く推移しています。これは先ほどの充電状態と同じでですね、低温では電池のインピーダンスが増加するわけです。で、そのインピーダンスの増加によって、放電時に関しては、電池の端子電圧が低く出る傾向が出てきます。電池の内部インピーダンスにおける電圧効果により電池の端子電圧が低くなるということで、このように放電時の電圧が低く出ると。でかつ放電時間も短くなるということで、これはすなわち低温環境下で、電池の電気特性が劣化するということを意味しています。でこちらのスライドがリチウムイオンバッテリーのエネルギー効率を示したものです。エネルギー効率の示し方としては、こちらのグラフにあるように横軸を SOC、そして縦軸を電池の電圧にとっている、このグラフで表すことができます。先ほどのスライドなんかでは、一つスライド戻りますけれども、これはですね、充電、そして放電、いずれの特性も横軸を時間にとりましたけれども、この充電と放電の特性を横軸を SOC にとって描き直したものです。見方としては充電時に関しては充電状態 SOC が0から100の方向に向かうので、こういう特性を描くわけですね。 CC で充電する期間はこのように電圧が上昇していくと。そして 4.1V に達すると、充電状態を一定に維持して充電電流を絞るので CV 充電に切り替わると。そして充電状態 100% の状態から放電を開始すると。それによって SOC は低下していき 0% で完全放電状態に至るということです。でこのように充電そして放電を行うわけですけれども、理想的にはこの充電特性と放電特性、一致するのが理想なんですけれども、完全には一致しません。このように充電と放電でヒステリシスを描くことになります。でこのヒステリシス、一体何を意味をしているかといいますと、これは内部インピーダンスにおける電圧効果を意味しています。充電時の場合は内部インピーダンスにおける電圧効果によって電池の端子電圧は高く推移します。その一方で放電時に関しては電池の内部における電圧効果によって端子電圧は低く出ると。これによって充電時と放電時の特性でヒステリシスが発生すると。そしてこのヒステリシス分が損失として現れるわけです。でこの損失分がを加味すると、重放電のエネルギー効率というのがおよそ 80% ぐらいになるということです。